この飛車打ちで勝ちとなります。相手は何か合駒をしないといけませんが、5二歩以外の合駒だと6四の角を馬で取って、こちらの玉は詰みません。現状はこちらの玉に3九銀からの詰めろがかかっているんですが、何か1枚でも駒を使ってしまうとこちらの玉が詰まないからですね。なので5二歩と打ちました。この局面で角を取るとこっちの玉は詰んでしまうんですが、相手玉にこの局面即詰みがあります。これでぴったり即詰みですね。今回は序盤から終盤まで綺麗な将棋が指せたかなと思います。